石丸電機、石丸電機、株式会社、石丸電機は、秋葉原を中心に、関東地方を営業基盤としていた、日本の家電量販店チェーン。会社組織は、2009年、平成21年2月1日付で株式会社、エイデンに吸収合併され、店舗ブランドも2012年、平成24年10月1日までにエディオンに変更された。 白物家電からオーディオビジュアル、パソコンまで幅広く取り扱う、老舗の家電量販店。山際電気商会出身の石丸鶴尾により1945年5月に石丸電気商会として設立。秋葉原電気街の創世期である1945年、昭和20年の創業から、同地区を地盤に店舗網を拡大してきたが、同業他社と比較して、 郊外店進出に遅れを取り、本格的な郊外店舗の展開を始めたのは1990年代の後半に入ってからであった。最盛期には秋葉原で15店舗、関東周辺の1都6県では36店舗を展開していた。特にレコード等のソフトに注力しており、長年の間、日本最大級のレコード店としても知られていた。 西丸電機が卸売を行っていた1970代頃までは、日の丸電機。1980年代までは、大丸テレビジョンの屋号でも小売りを行っていた。2000年、平成12年には同じく秋葉原に店舗を持つ、山際と提携し、Y&I 株式会社を設立。山際から一部店舗を譲渡され、II カードが、 山際の東京本店と世田谷店で使えるようになった。その影響でエディオングループ参加となった以降でも山際の照明器具を販売している。なお、石丸電機創業者である石丸鶴尾は山際の出身であり、石丸電機を創業時に山際から援助を受けていた。2002年、平成14年には99電機と業務提携した。一時期は 石丸電機が99電機株の49%を取得する大株主であった。一部の石丸電機店舗につくも王国と称した自作パソコンパーツを売り場をインショップ形式で出展した。またポイントカードの相互利用も行っていたが2007年平成19年9月末をもって相互利用は終了した。2008年平成20年に99電機が 経営破綻した際には、株式の保有比率は19%にまで低下。その後99電気の再建スポンサーには、石丸電気及び、親会社のエディオンではなく、山田電気が名乗りを上げた。2006年、平成18年4月27日に、エディオンと業務提携することが発表された。エディオンは、石丸電気株式の33.4%を、同年7月に取得。 同社のグループ参加となった。その後、2007年、平成19年3月30日付で6.6%を追加取得。2007年、平成19年3月期より、エディオンの連結主会社となった。このため、エディオングループ参加のデオデオとエイデンの共通コーポレートスローガンである、勝手、安心、ずっと満足が、現在は使用されている。2007年、 平成19年11月1日には、エディオンが新設した、古会社東京エディオンエディオンが保有する株式を、上都エディオンの孫会社となった。2008年、平成20年6月27日の株主総会で、新たな取締役の選任を決議して、創業家出身の石丸俊行社長が退任することとなり、同年10月1日には創業者一族が保有する全株式、 60%をエディオンが買い取り、100%出資の完全子会社となっている。2009年、平成21年2月1日にエイデンを存続会社とし、東京エディオン及びその子会社である、石丸電機、そして石丸電機の完全子会社3社、東京石丸電機、株式会社、株式会社、石丸電機、レコードセンター。 アイアイオンライン株式会社の合計5社が吸収合併された。アイアイテクのサービス株式会社は同じくエイデンの配送部門の完全子会社コムネットと合併し、会社としての石丸電機は解散したが、石丸電機のブランドヤゴーは残された。2008年平成20年12月に改装されたアゲオ店を皮切りに東京エディオンで使用されていたものと類似した。 デザインのロゴを導入した上、一部店舗は、石丸電機の旧デザインのロゴと並存、郊外型店舗で使用されていた、地名ビッグワン名が廃止され、一般的な地名店に変更されている。法人は、同一になったが、ポイントカードについては、エイデンのエディオンカードと、石丸電機の II カードとの間には、互換性がなく、相互に使用することはできない。そのため、 石丸電機のエディオンカード、セディナを発行し、相互に使用可能とした。なお、II カード及び石丸独自のクレジットカード付きポイントカードの IIUC カードは200年、平成21年11月3日をもって、店舗での取り扱いを終了した。それまで蓄積されていたポイントは、同年11月5日以降、9ポイントの有効期限内に限りエディオンカードに移行できるが、 エディオンカード会員に入会しない場合はポイントは失効となる。クレジット機能のない ID カード、年会費2100円、長期保証付きと、エディオンポイントカード、年会費無料で長期保証なしもいまするが、この二つは店舗によって発行の有無がある。詳細は、エディオンのカード、独自保証制度。関東地方では、石丸電気の知名度が高いことから、同地域で展開する。 エディオングループの店舗は2009年、平成21年11月20日よりブランドを石丸に統一した。秋葉原の店舗では、エディオンへの店舗ブランド集約直前まで、漢字で石丸電気と表記されたネオンサインも残っていた。エディオンが運営する店舗のうち、11店舗、2012年3月、現在が石丸ブランドで営業していた。 2012年5月11日、10月1日にエディオン直営店のブランド変更を行うことを発表。その後、同年9月15日からエディオンブランドの利用を本格開始し、同年10月1日、全店舗が正式にブランド統合を実施し、全てエディオンブランドに変更された。なお、エディオンブランド変更後も、秋葉原地区を除いて店名は変更されていない。 すべて過去のもの楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。